ハイクビジョン製のデジタルサイネージは従来のディスプレイと違い、監視カメラの映像を直接表示することができ、さまざまなメディアと監視カメラの映像を自由な分割画面で表現することが可能。監視カメラの映像は一般的な防犯映像はもとより、サーマルカメラによる検温測定映像などライブ映像として映し出すことができます。もちろん PR 動画や CM、 シーケンス制御された静止画データ、ホームページや天気情報サイトなども表示が可能。設置場所の状況に合わせて自由に分割画面で表示でき、さまざまなシーンに合わせた使用が可能です。ディスプレイはタイマー機能もあり、スケジュールを組むと自動で起動、シャットダウンなども行います。温度スクリーニングソリューションは、タレット型サーマルカメラとディスプレイを運用する体温チェックシステムです。タレット型サーマルカメラが通行する人の体の表面温度を検温、測定した検温温度はディスプレイに表示され、基準値を超えた温度が測定されると警告します。発熱を検知しました。またマスクの装着、非装着も検知でき、マスク非装着の場合には注意喚起を行います。マスクをしてください。感染症拡大防止に対する一時スクリーニングに最適です。密度コントロールソリューションは、ピープルカウンティングカメラとディスプレイを運用する入場者のコントロールシステムです。ピープルカウンティングカメラが入室者数をカウント、室内の入室上限を設定しておくことにより入退室の人数を管理、室内の混み具合を表示することができます。入室上限数を超えた場合は音声や満室表示で警告、入室できません、密集、密度に対しての注意喚起を行えます。フードコートや室内のイベント会場などの入場制限もスムーズに行えます。また温度スクリーニングと密度コントロールを同時に行い、より効果的な感染症の拡大防止が行えます。さまざまな組み合わせで状況に応じたソリューションをご提案します。従来はカメラ、三脚と機器がバラバラ、しかしセキュリティデザインの拡張型感染症予防対策システムはオールインワンで設置もすっきり、しかもコンパクト。フードコートやレストラン、オフィスや室内イベント会場などそれぞれのシーンに合わせた使用が可能。安心安全な感染症対策、オールインワンハイスペックデジタルサイネージ。それがハイクビジョンデジタルサイネージソリューションです。